語玉賞は、中国の政治家、教育家、中国人民大学創始者。字は、樹人、四川省酒井県の地主の家に生まれる。後日の変法、侵害革命、宇縁運動、北伐戦争、抗日戦争、国境内戦、新中国建設を経験した、革命家で、当家ならず、武子、女特立、茶佐都市かな、林白居と共に、 延安五郎と呼ばれる。新末の1903年に日本に留学、成城学校に在学中の1906年に中国同盟会に参加。1911年、侵害革命後に帰国し、大総統府秘書に就任、孫文を補佐するが、遠征外は行為を散脱すると、フランスに亡命。1917年帰国。 北京に留保見学予備学校を創設し、フランスに2000人近い留学生を送り出した。これにより、周恩来、東昌平、陳紀、上英新党が突出し、後の革命の柱となった。1925年に中国共産党に入党、革命委員会委員兼秘書長、路人芸術学院委員長、延安大学学長等を歴任。 1948年に中国人民大学の前身である河北大学学長に就任。1950年に中国人民大学が創設されると1966年に亡くなるまで学長として中国教育会をリードした。また、中国文字改革委員として文字改革を主導し、漢字の艦隊あざかとローマ字化を推進した。著書に侵害革命。 歴史文集、呉れ玉章海奥録、中国文字的源流及びその改革的法案等がある。ありがとうございます。